にちは。パトパトラジオ風動画、略してパトラジへようこそ。このコーナーを担当する私せっかと、大花です。ここでは普段からパトパトチャンネルを応援してくださっている視聴者との交流の場ということで、私たちが募集したお題を聞いていきたいと思います。今回は Twitter の方で募集させていただいた、ゲーム中にイライラすること、の回答を見ていきたいと思います。普段みんなはゲームでイライラすることってたくさんあるよね。私はオンラインゲームをやっててたまにゲーム画面が止まったり、遅くなる現象、通称、ラグ、が起きるとイライラします。ああ、ネット環境によって本当にラグがひどかったりするよね。私はプレイ中にいきなりエラーでゲームが強制終了して、また同じところをやり直すことになった時に、すごくイライラしたわ。わかる、しかもそれがすごくいいところだと余計にイライラするよね。それじゃあ視聴者さんのコメントを見ていこう。アカウント名、食べ鮭さんから。ゲーム中、集中したい場面で親が話しかけるときにイライラする。確かにゲームでもそうだけど、何か始めようとしたときに親が話しかけてくるとイライラするよね。そうだよね。私は特にボス戦で手強い敵と戦ってるときに話しかけてきたら、ボスの前に親を倒してしまおうかって思っちゃうね。そこまで。でも親が来たときはどうしたらいいんだろう。一番手っ取り早いのは、イヤホン、ヘッドホンをつけて完全無視です。親が無理やりイヤホン取ったらどうするの？その時は仕方ありません。家の中が戦場に変わるだけです。親と全面戦争。そうやって親に教えていくんです。ゲーム中に話しかけたら怒るよ。っていうね。ゲームに関しては大花の方が鬼みたいね。でもせっかちゃんは普段から鬼だから。覚えてなさいよ。あんたがゲームしてる時に横で大音量で音楽聴いてやるから。せっかくな嫌がらせを。それじゃあ次のコメントも見ていこう。アカウント名、デニスケゆっくり実況者さん。ガチャを何連しても強いやつが出てこない時にイライラする。これは共感する人が大勢いるんじゃないかな。そうだね、最高ランク確定ガチャとか特別なガチャをやって、出てきたキャラが持っているやつだったり、欲しいキャラじゃなかったら気分がどっと下がるし、時間が経ったらイライラしてくるよね。そして、お金を持っていたら課金という負の連鎖に繋がっていくのね。そうだね、通常のガチャだと最高ランクの排出率はだいたい 1% から 3% で、その中で欲しいキャラとなると 0.1% とかになるんだよね。数字だけで見たら欲しいキャラが手に入るのは奇跡に近いってことね。単純計算だと欲しいキャラを当てるためには1000回ガチャを引かないといけないってことだもんね。実際はそうはならないにしても可能性が低いのは間違いないから、気づいた頃には運営にいっぱいお金をあげちゃうことになるね。これはもう将来お金持ちになるしかないわね。でもどうやったらイライラしなくて済むかな。そんなの簡単よ。期待しなかったらいいのよ。え、でも欲しいんだよ。さっきも言ったけどもともと確率が低いんだから期待しなかったらいいのよ。逆に期待せずにガチャをして最高ランクを引いたら、すごく幸せな気分になるんじゃないかな。さ、確かに、ある都市伝説では物欲センサーというものがあると聞いた気が。そうそう、当たって欲しい時ほど当たらず、逆にどうでもいい時に限って当たるっていうやつね。それも実際は期待の問題だと思うんだけどね。なるほど、ということでみんなもガチャは過度な期待をせずに、程よく楽しんでね。それじゃあ次のお題で最後にしようか。アカウント名、AKRK さん。音ゲー中に通知が来てミスになるとイラッとする。ああ、あるある。音ゲーマーの敵だよね。私はバンドリをしている時に通知が来てフルコンボを逃した時はその通知を送ってきた人に、バカって送り返したよ。バカか、仕方ないじゃない。今晩のご飯を聞きたかったんだから。今では通知オフにしてます。大花の晩ご飯抜きだからね。ゲーム中だけだよ。まったく、いきなりバカって来たからびっくりしたわよ。それに顔文字のセンスがなさすぎ。今は顔文字は関係ないでしょ。まあ、でもこのように基本的に不要な通知は、通知、に設定して、LINE とかの通知はゲーム中だけ非通知にしておくのがおすすめです。どんな時でもまずは環境を整えるのが一番だからね。そして非通知という敵がいなくなればあとはラグとネット環境との戦いです。あいつは手強いわ、ラグという名のフェイントを加えてくるもの。せっかちゃん、ラグをどうにかするためにはとりあえず iPhone にするか、スマホ内のデータを減らしておくのがいいかもだね。そうね、iPhone はお金がいるけど、データを減らすなら、親のパソコンでもあれば移すことができるもんね。他に今は Google に画像をバックアップで残すこともできるみたいだからネットをうまく活用するのもいい方法かもね。あとはやらないゲームでも Google アカウントでログインとかして連動させていれば、アプリを消してもまたやりたい時にインストールして Google アカウントで入ればデータは残ってるしね。ポケモン GO が確かそれだよね。でもその方法はゲームによって異なるからちゃんと調べた後、自己責任でやってみてね。音ゲーマーの道は険しく、敵も多いわね。でも私はバンドリを愛してる。CD7 枚全部予約したよ。アルゴナビスもちゃんと予約したのね。抜かりはありません。さすが発売している CD を全部集めてるだけのことはあるわね。お金は失ったけど、得るものが大きかったからよしだよ。
今度私にも貸してね。いいよいいよ、今度みんなで聞こうよ。楽しみにしてるわ。ということで今回のお題コーナーは終わります。次は最新情報コーナー。ここではパトパトチャンネルの最新情報を発表するコーナーです。みんなに守ってもらいたいのが、この最新情報に関しては一切の質問も受け付けませんので、ご了承ください。それでは最新情報を発表します。パトパトチャンネル第4章のタイトル紹介。これってもう言っていいの？まだ第3章終わってないのに。パトから考察派の視聴者さんたちへのプレゼントだって。パトは考察してくれる視聴者さんが好きらしく、ぜひ今回の情報で残りの第3章を考察してほしいとのことです。ただし条件があります。条件は一つ、このタイトルを含む考察はこの動画以降の動画でお願いします。この動画以前の動画で考察コメントをした場合、ネタバレ扱いとしてコメントを削除します。それでは早速発表しましょう。パトパトチャンネル第4章タイトル名は、パトパトチャンネル第4章式の2個編。内容はまだ未公開ですが、第3章以上の盛り上がりが期待できるお話となっております。さあ第4章に向けて、早速第3章も最後まで走っていくわよ。最後に勝つのは誰か、そして世界の運命は。タイトルだけだと冥界異変の結果はわからないからね。世界が壊滅したお話になるのか、それとも守った後のお話になるのか、まだまだ決めつけるには早すぎるわよ。そうだね、私たちだって無事かどうかわからない。みんな死んだ後のお話かもしれないし、パトは単純なハッピーエンドを嫌うからどうなるかはわからないわよ。さあ最後盛り上がってきたところで、皆さんも士気が高まってると思います。ロカロカチャンネルの動画が上がれば次からはストーリー、みんなちゃんと最後までついてきてね。それでは長くなりましたが、今回のパトラジ終わりたいと思います。これからもパトパトチャンネルをよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴ありがとうございました。ご視聴ありがとうございました。楽しんでいただけたでしょうか。ぜひ気に入ってくださった方はチャンネル登録お願いします。他にも再生リストで過去の動画をまとめているので、気になった方はぜひ見ていってくださいね。それじゃあ寂しいけど今回の動画はこれで終わります。次回も私たちの動画を見てくれるとすごく嬉しいです。それでは次回も楽しんでいってねー。